穴吹川美馬インターチェンジの南にある石踏み。美しい馬をかたどっている、馬のデザインされたマンホール。旧美馬町機来地区美馬市内を流れる吉野川美馬市は、徳島県の北西地域に属し、北部の中央に位置する市。美馬市主要部付近の空中写真。吉野川を挟んで北西に、脇町地区、南東に、穴吹地区。 2009年5月9日撮影の4枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。東市から半径 50km 圏内には徳島県を呼び、香川県本土のほぼ全域が収まり、40km 圏内には東に徳島市、鳴門市東部、西に、三好市西部、北に、 香川県高松市がある。また、市役所間の直線距離では、東四国における、主要都市の高松市及び、徳島市からほぼ遠距離に位置している。吉野川の下流域に位置している。平野部では、雨が少ない瀬戸内式気候、山間部では、雨が多い太平洋側気候となっている。特に山間部では、冬季は、路面凍結や、積雪も、 珍しくない。徳島県西部の山間地域には、急峻な斜面が多く、茅をすき込む土壌流出防止法や独特な農具の利用など、特徴的な休憩斜地農耕が継承されており、西阿波の傾斜地農耕システムとして、三馬市を含む地域が2018年3月に、国連食糧農業機関から、世界農業遺産に認定された。三馬市制前、 見まし生後高等学校中学校、小学校幼稚園その他公民館、教育集会所集配を担当する郵便局は以下の2局である。このほか集配を担当しない郵便局が10カ所、簡易郵便局が4カ所置かれている。食品スーパー家電量販店ホームセンター市内に空港はない。近隣の空港として市役所より、 約 35km の位置に高松空港のほか、同じく約 52km の位置に徳島空港がある。市役所の最寄り駅は穴吹駅であり、徳島線のほぼ中間に位置する。穴吹駅には全特急列車が停車するほか、一部の普通列車も徳島穴吹駅間で折り返し運転を行っている。特急、県山を利用した場合、 徳島駅までの所要時間は約35分から44分、阿波池田駅までの所要時間は約32分から34分である。高速バス一般路線バス、徳島西部交通が運行していた穴吹塩の江高松線は2012年4月1日で休止、2013年4月1日で廃止となった。 三増市営バス廃止路線すべて2011年10月1日廃止。幹線道路は、地域北部の吉野川沿いに、徳島自動車道や徳島県道12号、及び国道192号が通っている。北側の香川県高松市方面へは、国道193号が通じており、これらの道路は、整備されており、車線が確保されている。 地域南部の旧古屋平村に通じる道路は国道492号だが、こちらは、狭いな区間が残っている。うだつのある町並みは基調劇場旧馬町、青木家住宅古屋平三木家住宅歴史的、文化的価値を有する道路として、歴史国道が観光モデル地域として、わ歴史文化道がそれぞれ町内にも設定されている。 三ま市観光協会のマスコットキャラクターとして、うだつ丸が設定されている。三ま市観光大使として、カリや正きし田清美、林やたきよみ、や三平の3名が就任している。ありがとうございます。